よし、いよいよ今日から学園生活スタートだべ。あ、そうだ、鈴鹿さん、よかったら一緒に登校。って、もういない？ジャージがない。ということは、もしかして早朝ランニング？鈴鹿さん、すっごく早起きなんだ。私も行きたいですって言ったら、また一緒に走ってもらえるかな。今日寮に帰ってきたら勇気出して行ってみようかな。そしたら、えへへ、あ、いけない、ぼんやりしてたら遅刻しちゃう。ブエノ、歓迎歓迎大歓迎、待っていました。リングイン、新たなライバル堂々参上、スペシャルウィークさん、ようこそ。すみません、驚かせてしまって。後でよーく言い聞かせておきますので。もうお説教フラグ。私はグラスワンダー、この子はエルコンドルパサーです。よろしくお願いしますね、スペシャルウィークさん。はい、よろしくお願いします。エルちゃんにグラスちゃんって呼んでもいいですか？つけたくなったらいつでも、エルの前には世界最強をつけてくださって構わないですよ。おっと、もう授業が始まりますですね。じゃあオスペちゃん、また後で。はい、また後で。お友達もうできちゃったかも。よし、この調子で授業もトレーニングも。では問い5、スペシャルウィークさん、答えてください。スペシャルウィークさん、聞いてますか？え、はい、すみません、場所を移してました。早い、向こうだと私一人だったし、ペース合わせてもらえたけど、都会の授業ペース、こんなに早いんだべ。まずいまずいまずいですよ、スペちゃん。次の数学の授業、小テストですか？どうしよう、私準備なんか全然。こんな時こそ大前と構えましょう、スペちゃん。テスト内容は基礎的なものばかりですから大丈夫ですよ。グラスちゃん、ありがとうございます。そうですよね、基礎ならきっと。って私、数学はそもそも基礎から危うい。スペシャルウィーク転入したてだから仕方ないが、この点はちょっと課題追加な。すみません。はあ、ステちゃん、あまり気にしすぎないでください。まだ初日ですから、慣れないのも当然かと思いますよ。そうそう、しょんぼりしてたらもったいないです。何せ午後からはやっとお待ちかね、お楽しみ、実技タイム、レースに向けたトレーニングの時間なのですから。トレーニング、そっか、そうですよね。よーし、授業がダメだった分トレーニングなら。あら、模擬レース、スペちゃんはこのグループで出走みたいですね。なんと、テンション上がってきましたです。転入試験の成績はなかなかのものだったと聞きましたし。私も楽しみです。どんな走りをするのかしら。中段やや後方につけましたか。客室はサシですかね。ちょっとだけ表情が硬いですかね。残り4ハロン、そろそろ仕掛けないと。はっ、あれ、嘘、足残せてなかった。こんなはずじゃ。そのまま沈んでっちゃいましたですね。まだうちのコースに慣れていないみたいですし、緊張のせいで消耗が激しかったんじゃないでしょうか。
むむむん、実力についてははっきりせずですか。ちょっと残念です。授業もトレーニングもダメダメでした。まあまあ、スペちゃん、まだ初日ですから、まずはゆっくりと慣れていけばいいと思いますよ。うわーそう、まだ着替えてなかったですか。固い誓いを、約束を忘れてしまったのですか。はいはい、並走のことならちゃんと覚えてますから。それではスペちゃん、失礼します。また明日お会いしましょう。はい、また明日。ウラスちゃんもエルちゃんもすごいな。午前は座学、午後はトレーニングで、放課後も自主トレ。私ちゃんとやっていけるのかな、お母ちゃん。